クラッキーズピクニックアドベンチャー。どうもゲストの皆様こんばんは、小田健です。近いなこの鳥完全に距離感バグってる。ひょっとしたら主人公が鳥の餌持ってんのかもしんないよねはい、今回ね、このクラッキーっていうキャラクターがゲームの中のキャラクターらしいんですが、そのゲームのキャラクターが追ってくるホラーゲーム実況をプレイしていくことになると思います。でね、これ結構設定が面白くて、主人公家の中にいるんだけど、ゲーム機が呪われてるんですよ。で、その呪われたゲーム機からこのキャラクターが来るんですが、それでこの主人公がいる家の中に家具があるんだけど、その家具でバリケードを作って、この鳥が侵入しないように生き延びるっていうホラーゲームらしいです。かなり面白そうだよね。はい、そしてかなり過酷仕様なんで、雰囲気を楽しんでいきましょうか。はい、クリアできるかは分かりません。やってみましょう。アルファ 1.0 ってことぐらい、最近までベータ版だったのかな。急に始まるのね。はい、じゃあやっていきましょううわこの土地は死んでいる。すげえ荒れ果ててんな野菜とか絶対育たなそうな土知ってますよね。はい、やっていきましょう夏場はさすがにちょっと雰囲気良くなるかな。夏とかそういう概念なさそうだな、この土地。多分この土地の季節は今地獄。はい、やっていこうか。ここがその家、入っていくぞ。なるほど、こうなってんのね。で、一番最初気になったこれアイテムなんじゃない？これをこういうとこに配置して、どうすんの？あ、こうか。なるほど。これ、ちょ、引っかかった。想像以上に主人公のジャンプ力が低い。これ引力多分地球の10倍ぐらいある。速いもん、地面につく速度が。はい。こっち側で、ああ、なるほど、こうやるのね。これもなんかこうやって、ああ、そういうことか。え扉が今現れてた。こうやって配置して鳥が入ってこないように防ぐのかな。ちょっとまず雰囲気を確かめるべく、まずスタートしていきましょうか。はい。なるほど。ゲーム機をここに持ってくるのかな。この手紙で誰、え急に丸まった。なんだろうね。誰がこれ貼ったんだろう。主人公かな。自分で貼ったの？怖っ。はい。そしてさらに怖い仮面があるよ、これ。趣味悪っ。バリケードになるかな、これ。魔除けになる。近づけるとすごい現れる。マッサージ機がある、ここに。いいね、これ。なかなかいい振動してます。はい。じゃあ、ゲーム機を探していきましょうか。これでないよね、さすがに。パソコンだよな。古びてんな、俺。何回落としたんだろう。かけまくってる。バスルームにはさすがにゲーム機ないよな。何これ？なるほど。これ、ひょっとしたら、敵が近づいてきた時に分かるようなセンサーかな？じゃあ、入り口手前とか、いや、中に入ってきた瞬間に反応するようにした方がいいよな。これで、あ、ちょっと待てよ。この辺に。あれ？あ、来た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 。こう、おい。これカーペットの中に埋もれるな。じゃあこうかな。はい。あ、いいんじゃない。これで、あ、反応する。OK。で、さらに魔除けを。よし。ゲーム機どこや？さすがにバスルームにゲーム機を置くアホいないですよね。はい。トラバサミがある。これもちょっと置いておきましょう。ないよな。穴が開いてて。なんかちょっとハローネイバー感あるよね、この雰囲気。この棚とかさ、形がぽくない？扉とかまんまじゃない？あ、これや。これを多分テレビの横に配置するんだよ。はい。これなんだろうね。PS4 なのかな形状がそれっぽさはあるけど。はい。やっていきましょう。クラッキーズ。はい。これ始めたらもうすぐ来るんだろうね。どっから来るんだろう。これ全部の入り口から来んのかな。あー、でもぽいな。痛いよ。完全に弾かれた今。こっち側にもあったっけ、扉って。いや、ないな。さて、やっていきましょうか。あ、こんな感じなんだ。はいはい、こいつがクラッキーか。すごい可愛い笑顔だけどね。この子がなんか呪われてんの。はい。このゲームの中のゲームの中のアップルを10個集めるらしいですね。はい。わかりました。やっていきましょう。6、10個？あれ？
レベル6分の1ってなってる。6ステージあるってことかな。はい、アップルを10個、アップルの個数とか上がってくんのかな、どうなんだろう。はい、まだ追ってきてないよね。はい、これでさっきのフラミンゴというかクラッキーに話しかけるのかな。これ走るとかねえか。はい、どう、あ、来た、レベル2になったわ。はいはい、6ステージなのね。これは難しそうだぞ。先にアップル集めてから今のクラッキーに話しかけましょうか。そっちの方が良さそうだよね。あ、でもこれ意味なさそう。金が鳴ったぞ。うん、また10個か。さあ詰めていきます。あ、待って、出現した左側、窓の外にいる。これ窓から来たりしないよね。ガラス窓割る、あいつ。うー、徘徊してる。怖え怖え怖え。レベル3になったぞ。はい、ちょっと様子見たいんでこれ一回離れましょうか。入ってんじゃねえかもう。鏡というかガラスの中入ってたぞ。はい、こっちっか向かったね。バリ来てる来てる。家具これ持ち上げられんだ。あ、クッションや。こうやってどう、これで入れん、じゃあ弾くな。これで入れなくなるのかな、どうなんだろう。万が一入ってもこのセンサーが反応するから結構気づきやすいかもしれないね。面白いこれ。はい、トラバサミこれ外に仕掛けるべきだったな。行きましょうか。じゃあこっちっか来た時用に、よし、オッケー。これでどう、素晴らしい、最高や。はい、この椅子も持ってんだ、いいね。持っていきましょう。そんななんかガシャガシャ入ってくる感じでもなさそうだね。はい、でもさっきより力が強い感ある。うん、よいしょ、どうだ、センサーが反応しないよ。うん、なんで、あ、待って、このさ、カメラが、家具が消えていくわこれ。なるほど、そういう感じね、破壊されちゃってんだ。よし、やってみます。さてさて、あ、いた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 、今開くような音した。やべやべ、開けてどっか行ったの、アホやん。ちょっと待って、こうやってトラバサミ、トラバサミ、はい、なんだそれ。これでまずここに超手前に置くか、破壊されないように段差で置いて、めっちゃ面白いこれ。はい、あれ、振り向いた時にどっかにぶつかるとこれ家具落としますね。はい、ちょっと待て、静かすぎないか。こっち側もあった、そういえば忘れてた。はい、でこれもさらに閉めて、あ、ここ二重なんだ、いいね。メイクユーハッピー。さあやっていきましょう。あと何個かな。アップルの個数忘れちゃいましたが、さあ回収してきますわよ。こいつ何、新しいキャラクターがいるよ。はい、よし、あ、違うわこれ、最初からになっちゃうんだ、離れると。はいはい、じゃあちょっと気をつけないとね。4個、これかなり好きだわ俺。あいつ引っかかったとしたぞ今。トラバサミガシャンって聞こえましたよね。5つ取ったんで、はい、6つ目、7、8、9、あと1個、あと1個あった。しょっけー、今ギー言った。ここで離れたらもったいない。離れてもこれ個数変わんないかな、見間違いかもしんない。はい、レベル4ステージ、意外と簡単じゃない、来ないじゃん、一発クリアありえんじゃない。よいしょ。さて、自分がセンサーにかかってしまいましたが、ここをやっぱ重点的にやった方が良さそうだな。よいしょ。おっと、向こうからクエクエ言ってんな。ここいないよね。なになにそれ、あ、ロックされてるわ。はい、キー言った。どこ、外側にも確か扉あったよね、こっち側。あー、でもここかかってない。そう、キーっていう音が外側から聞こえてんのかなと思ったんだけど。よし、オッケー、こんくらいあればいいでしょ。来た来た来た、いきますよ、回収しちゃいます。とりあえず1回目はこれお試しなんで、はい、やられてもいい覚悟でいきましょうか。強引にね、これアップルを集めてくってのも意外とクリアの秘訣なのかもしれない。5つ、さっきより激しいな。
レベルがこのゲームの中のゲームの中のアップル集めのあれ、ちょっと待って、右かになんか出現したぞ。うわっ、いつ来たんだお前。やべえ、センサーかかったって言うとしたら来た。やってるか。待てよ、これ一番最初からだ。毎回これレベル6分の1からやんないといけないんだ。大変だぞ。後半多分荒ぶりが激しくなるんで、相当気をつけていかないとダメかもしんない。さて、最初のこのワンステージ目現れないのかな、かもしんないね。ちょっともどかしいな、主人公走れないからね。はい、 OK。 レベル2、そろそろ鐘が鳴りますよ。さっきレベル2中でなったよね。うん、5個集めて6個、もう4ステージぐらいまで一気にいっちゃおうか。よし、 OK。 いやでもそれはさすがに危険だ。一応バリケードを簡易的に作って周りを様子見ないで一気にレベル進めてみましょうか。あ、スポーンしたね。意外となんかそういうさ、よし OK。 さあ行きましょう。これでやつがこっち、待って、トラバサミ忘れた。クソン、はじかないで、よし、OK。 転がんなこれ、あっぶんねん。これ叩いてるけどさ、諦めることも結構あるからね。それがこのゲームのゴールするキーになっていくかもしんない。諦めて。うん。マヤミキなら諦めないかもしんないけど、君は諦めて。はい。どんどん減っていくな。ちょっと待って。トラバサミが欲しい。よいしょ。はい。これも用意して。入ってきて。うわ、やべ！早い！チェーン！あ？今さ、トラバサミ開いてぶん投げたら消えたわ。あー、これひょっとしたら、トラバサミの時は、やつ死ぬんだ。うん。じゃあ、これ前からこの辺に置いとけば。思ったんだけど、やつがスポーンするところにこれ置いたらいいんじゃない。永遠とこう、死ぬというか、あ、でもこれ、設置しないといけないんだ。はい。ちょっとこの辺のやつも全部中に入れとこう。やべやべ、くる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 。一回死んだら、こうやって金が、あ、まずい。え、しゃ、危なかった今。でもトラバサミ使っちゃってこっち側もあるからいいや。よし、 OK。 はい、これで、あ、閉じたかな、あ、大丈夫。よし、じゃあやってみましょう。さあ、もう一回鐘が鳴るまで多分出てこないから、その隙にこの辺を固めちゃいましょう。 OK。 あとさっきのレーザーポインターを置きましょう、一応ね。これほぼ意味ないと思うけどね。まあちょっと気休めでやりますが、置いていきます。おだけんです。よし、オッケー。おだけん。どっちか、そっちか。まずい。これで閉じて。おい、来た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 。なんでしまんねんだよ。これ、じゃないよ。よし、オッケー。ゲーム進めよう。あぶいあぶい。まだ3ステージだからね。さっきより難しい気がする。これランダムなのかな、やつの動き。よし、どう、アップル集めてきますわよ。6分の3、割り切れる。お、1個あった。このキャラクター何、ひょっとしたらこれレベル上がったらもう1匹来るとか。え、いつ来たの。安心しすぎたね今は。てか思ったんだけど、やつさ、一回家の中入れて、ここに閉じ込めんのいいんじゃない？うん。意外とそれチート技なんじゃない？あと、最初のこのレベル1やる前、金鳴る前に、相手も、ざっくり言うとこっち側に寄せるのもいいかもしんないね。よし、オッケー。ほい。この辺、あ、しまっちゃった。開かなくなっちゃった。まぁ、ちょっとそれもありかもしんないけども、まずはこの周りから攻めてくる感じを堪能していきましょう。よし。じゃあ、この辺に1個置くんですが、この辺の資材も持っていきましょうか。外側に置くってのも手なのかな？どうなんだろう。よいしょ。はい。まあ、でもアイテムの減りが分かんなくなるから、内側に入れとこうか。で、こっち側の扉、向こう側に扉あるんで、家の。ここに、板を置いとこう。はい。これ全部置いとこうか。これ意味あるかな？気休めだけど。板に板をこうやってバリケードするっていう。さて、全部配置していきますよ。
うん、相変わらず死んでんなこの土地は、はい、よし OK 全部やりました。でこれも配置してこっち側にも、ああったトラバサミ、これありがたいね。何箇所かに置いた方がいい。あ、木の板があるからここにも置いておこう。はいはいはい、どうこれ意味あるかな。手前はダメなのかな、どうなんだろう。ちょっと探り探りやっていきましょう。はい、OK。これで、かける、よし、あれあれこれが引っかかってんの、こいつか。よし、はい、どう。で、トラバサミ、ここ二重にして、一回外側でかかって死んでリスポーンするじゃん。で、開けられる前にも、こうやってバリケードで時間稼ぎして、バリケードが減ったとしても、このトラバサミがあるような状態でやっていきます。転がるなさっきから。ここにもよし OK。 さあこれでいいんじゃない。そこも危ないな、どうしよう。じゃあこの辺にも置いて、これ硬そう、この椅子強そうだね。なんかアイテムによってこれ強度が変わるとかあるのかな、どうなんだろう。はい、よし OK。 さあ向こう側二重扉なんで、どうしようかな。段ボールで防いで、これでも防いで、はい。二重だから結構こっちっか安心なんじゃないかな。外側にもね、あるし。あれ？こんくらいやればいいだろう。はい。で、内側のここにもガードして。はい。この二重のところはトラバサミを置かないようにしとこうかな。よし、OK。時は満ちた。やっていきましょう。かなりバリケード強くしましたよ。はい。こんな感じ。ほら。こっちにないからね、扉は。はい。この二重で、厳重にロックしてます。これいけんだろ。はい。さっきどこでやられたんだろうね。ちょっとやつが、こう、視界に入るように、こんくらいにしときましょうか。うん。なんか画面、このゲームの中のテレビがね、見えないかなと思って。そう。はい、やっていきましょう。だからね、できるだけこう、近づいてたんですが、ちょっと遠目でやってもいいかもしれないね。さあ、いきますよ。やつがスポーンするまで、レベル2までスポーンしませんから。リンゴの位置やっぱこれバラバラかな。あ、いや一緒か、勘違いしちゃった。はい、10個。このなんか周りにあるピンク色のやつ何これ、木、ピンク色の木みたいな。さあクラッキー持ってきたもんよ。よし OK。 レベル2すぐ来るからな。8個ぐらい集めたあたりでボーンなるんで、3ステージまで一気にいける。でもバリケード的にこれ4ステージまで一気にいっちゃいましょう。うん。この目の前のさ、このテレビの後ろのさ、目の前のガラスってさ、来んのかな？割ったりされんの？あれ？これ、あ、来た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 。来たぞー。やっぱあいつランダム徘徊だ。さっきさ、右側に来たのに左行ったわ。よし、OK。ガラスまだ大丈夫そうだね。やつを確認するように配置されてんのかな、このガラス窓は。戻ってくんな。思考どないなってんねん、それ。はい、一応この子にも話しかけて、入ってくるかな。一回叩くごとに一つの家具が減るとか、そんな感じじゃない？うん。1、2回かな。あと一個、来た。し。いけるかな ?4 ステージまで来ましたね。はい、あ、入っちゃったか？まだ入ってないな。やっぱバリケードの量半端ないからね。よし、OK。フォースステージ。あれ？ちょっと待って。あ、いけた。これ、時々読み込みが、より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 ですね。レベル4でアップル7つ。これ、最新記録じゃない？来たぞ。はい。レベル4でも。待って、アップル数多くない？これ。あれ？何個って言ってたっけ？急に上がったな、これ。18。これ話しかけてみます、一回。え？ダメっぺー、これ。入ってきた。ただ、バリケードめっちゃ知ってるんで、ちょっと安心してきますよ。はい。入ってきたのか、諦めたのか、どっちかだね。入ってきた場合、でも、トラバサミが2個あるからね、死んでるはず。はい。あ、かかった。音がしなくなりましたね。はい。1個目かかったぞ。ここクリアしたらちょっと様子を伺いに行きましょう。うん。20個でこれ多分次いけんのかな。一気にむずくなったな。うっそ。え、
人んちの家超笑顔で割ってくじゃん。マジか、これ無理じゃない。え、どうすんの俺、どうしよう来る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 。じゃあこの1個をここに配置します。はい、これじゃないとダメだよ多分。え、うそー、まずいっす。うわ開いてる、ここに。ちょい、やっちまうか。俺ここだぞ、俺。オッケー。よし。トラバサイめっちゃ入れとこう。はい。はまんな。すぐやつがスポーンしちゃうかもしんないから。よし、閉めて。しまいない。あれ、もうスポーンしてる？してるわ。そこか。オッケー、入ってきたようにじゃあ、こうやってこう。あらあら、叩かれてるところをこれ理解して物配置してった方がいいかもしんない。うん、転がんなって。なんで転がん。うん、それ植木鉢だからで。よし、とりあえず、うわ結構これてる。まずいぞーん。そうやってこう、左側のガラス窓にも気を配っていかないとね。これさあ行くぞ。ただこれもう6分の5なんで、いけるかな。途中なんだ君は、何っき。新たなキャラがいますね。あー今回入り組んでんな、この迷路。ちょっとまだ3つだから1回離れて。あ、変ねえわ、勘違いですね僕の。はい、あ、この辺いける。こうやって、これ足止めできんのかな、どうなんだろう。さて、あ、クッションが復活してんのかどうなのかよくわかんないけど、トラバサミは反応してない。来るぞ。うわ開いてる、あぶんね。これまずいっす。はい、どうしよう、物がもうあんまね、外出ないとダメっぽいな。はい、トラバサミ、トラバサミもう一個ないかな。いや、ちょっとここはとりあえずいっぱいこうやって仕掛けましょう。それしかない。外側の扉とかもこれ閉めた方がいいかもしんないね。今はもうでもスポーンしてるんで、はい、こうやっていきます。そこにいるね。入ってきてもトラバサミがある。よし、行こう。いいぞ、楽しいじゃんこのゲーム。この回でクリアしたいね。こっちか、いけない。早く倒れてくれ。自分家のさ、家具がこれ1個壊されるごとにどっか別のところでリスポーンするのかな。家具はどうなんでしょう。6分の5、入りくん、トラバサミ、おい、仕掛け取ったぜこれ。なんでぶっ飛ばすよ。とりあえずさ、これ外側のアイテムもね全部回収して家の中入れよう。ダメだ、資材が完全に足りない。1個壊れるごとに1歩す、はい1個壊れて、なんで俺1歩踏み出したの、よくわかんねえわ。壊れるごとに1個どっかにリスポーンってのは結構濃厚っぽいんだけど、それぞれ多分本当にランダムにスポーンしちゃうんだろうから、アイテムがいっぱい外に行っちゃう可能性もあるよね。いや厳しいぞこれ。ここに扉がある。開けてこう来るから、なるほどね。あ、ここにもあるわ、これも入れとこう。結構いいステージまで行ったんだけどな。はい、一歩手前だからね、5ステージまで行ったから。あと1ステージだったのに、俺クリアできたと思ったもんさっきの。あ、めっちゃある、これありがてえ、これありがてえわ。でもさっきトラバサミ引っかかんなかったからな、なんでだろう。はい、とりあえずこの世の全てのものを今配置しました。はい、少なこの世界、この土地のこの世の全てのもの少な。はい、以上、周りは全部配置してます。よし、じゃあ閉めていくぞ。はい、はい、すまんまい。ありがとうございます。よし、オッケー。さて、こっちか、あ、これ完全、おい、これ割れるの？そうでしょ？こっからさすがに来ないよね、小窓。びっくりした。割っちまったぜ。これ、しでかした、俺。はい、よし、オッケー。これで閉めて、全部入れたね。うん。で、ここにも、いや、ここは仕掛けるかどうする、どうする、うん。とりあえず、ここにかけようか。うん。よいしょ。よし、OK。
これで、よし、オッケー。さあ、実家にも仕掛けていきますよ。いやー、ちょっとこの世のすべてのものをね、中に配置しました。はい。弾くな。最初が肝心だからな。いけるかこれ。よし、オッケー。さて、この子もやっちゃいましょうか。ここに置いてたんだけどね。はい。一応じゃあ、このギリギリで。さて、やってきますよ。うん。一応アイテムこの辺にも置いてます。はい。これをこうやってどんどん積んでいけばいいよな。はい。こっち側にアイテムをいっぱい置いといた方が安全かもしんない。ここだって来ないもんな。いや、ちょっとこれ、今回で決めたいな。さっきのはなかなか過酷でしたよ。はい。やっぱ後半超絶に攻めてくるんだね、あの鳥は。なかなかグイグイ系に攻めてくるんだね。配置して、向こう側も配置しましょうか。はい。ここ、こんだけあればいいだろ。ここも、とりあえず、トラバサミちゃんを配置して、よし、オッケー。何やねん、それ。え？はい。これで、物を何個置いていきます。よし、オッケー。この子待った。よかったー。じゃあ、こっち側に1個配置して。よし、オッケー。さあ、これで物を見ながら、そう、ヘリウネ見ながら、また追加してってもいいし。一気に置いちゃうと逆にダメとかあるかな、このゲーム。どうなんだろう。まあ、こんくらいあればいいでしょう。はい。さて、これでここにもつけて。オッケー。行くか。まず最初、ここを割ると思うんで、よし。一応こういう風に貼っとこう。ふぅ、行きましょう。これで準備整ったぞ。さっきより強化、え、キャンスケン、防国出てましたね。はい。さっきより強化されてると思うんで、多分いけると思う。いっちゃうっすよ。さあさあさあ、早く早く早く。金が鳴る前に。せーじゅっこ、あじゃねえし。よし。さて、行きましょう。これ何なんだろうね。うん。定期的にやるこの、いらっしゃ、って何でしょうね。自分でもよく分かっておりません。はい。さて、よし、OK。2ステージ目も簡単。来たよ。一回 U ターンする可能性があるから。早く反映して、よし、OK。反映するのが遅いパターンがある。謎に入ってくる時もあるんで、やっぱ定期的にこれが奴の動きをね、確認していかないとダメかもしんない。これ自動で話しかけるんだね。おっと、開けたかな？一回外のトラバサミ今引っかかったんだ。外で取ったアイテムは外でリスポーンするのかな？どうなんだろう。奴が徘徊してる一式の音が消えたんで、多分奴やられましたよね。うん。ドキドキ音とかも聞こえないもん。あれが声だったのかな？お、また来るぞ。早く集めよう。ゴー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 、早く！オッケー！よし。4ステージ。一応確認します。周り。そこ、嘘、もう来てんの中。早えよ、お前。帰れ。この仮面もガードしよう。マジか。強いね。やつ、逆に中入れてあげる？うん。中入れてそっちに入れる作戦をやってもいいかもしれない。いや、でも、うまいこといかないか。だから中で追われたら、そこ死にそうだもんね。バリケードをこれ固めていくしかね。よし。諦めてくれ。頼むぞ。はい。こっち側に配置して。なんでやねん。やべ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 。どんどん減ってく。諦めないのこれ。さっき簡単に諦めてたじゃん。帰ってよ、頼むから。こうやりながらちょっとずつ進めるとか？ぽいな。まだ一個も手に入れてね。頑張ろう。よし。1、2。こっから、あれ？ 4 ステージだっけ？ 20 個集めんの。どうだったっけ？よし、OK。はい、5個目。なんかもう来そうな気がする。あ、まだ大丈夫だ。これさ、離して消えないのが本当に助かる。最初その制限があるかと思ってさ、ちょっとかなりきついなと思ったもん。よし、OK。15個。素晴らしい。20個だ。あと5個どこよ。こっち一回行けね。キー、ユタ。まだいるの、ここに。戻って頼むから。一個トラバサミを、この子を、こっち側に置きましょう。せーの。はい、オッケー。キ
来やがれ。待っ、やじゃけ、素晴らしい。あー危ね、開けてねえじゃん。そっち側、急いで急いで主人公。え、なんですり抜けてんの、ずる、ダメでしょそれ、すり抜け術なんだ。ええー、そう、マジでそんなの厳しくないか。よしょけ、こんくらい配置しとこう。はい、石鹸みたいな枕だなこれ。はい、もうないよな、ほか。あー、もう来ちゃう、早い。トラバサミがね、あった。これちょっとここに置いとこう。よし、一回は時間稼げる。向こうか、平気、向こうか、大丈夫。よし、行くぞ。さあ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 、いっちゃう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 。アップルダーカー、あった。よし、さあもう一個、こっち最後の一、あ、来た。全部集まりましたね、これで。こっち行くかで最後、オッケー。さて、クラッキー、どこだよクラッキー、ほらキーキー聞こえない、この家から。よし、オッケー、はい。お前それやめろ、頼むから。え、どうしよう、これ、これ2個いらないか。じゃあここに1個かけましょう。いやでもトラバサミ1個欲しい。あーちょっと待って、来いこっち、ほら俺はここよ。あれ来ない、来ないぞお前、マジか。こっちに俺いいんだろう、来て。ダメこれ、投げよう、はい。それ欲しい、はい、かれよ。あ、来た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 、これで、はい、ぶん投げで、ほら全然かかんねえ、はい、あ、オッケー。これでいい、回収して。あ、危ない危ない危ない。よし、これ一応一個置いとこ、すぐ復活するからな、あいつ。はい、かかかかか、オッケー。よし、これをじゃあ内側に仕掛けて、手前かな、この辺で。よし、オッケー。さあ行くぜ、ここにも一個。よし、相当家具減っちゃったよ、これ攻めよう。はい、来たぞ。この鳥が襲ってきたんだよさっき。なんでガラス窓割んだよ、ほがらかな顔して人ん家ぶち壊すのお前。新しい鳥またいるよこれ、ほら。何言ってんのかよくわかんない。来た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 、よし、オッケー。コケコケ、待って2匹いるわ、無理やないこれ。え、どうしよう、2体きつい。来てこっち、せーの、はい。ええー、それずるいって。よし、オッケー、2体あかん、そりゃあかん。うん、ダメよそういうことしちゃ。はい、アイテム待って、これきついぞ、2個ないといけるかな。よし、今のうちに、もうこの隙にやっちゃおう。こっち行った、どうにある、アップル、あと、うー、はえ、鐘が鳴るスピードもね尋常じゃなくなってる。レベル6からどうなんの、うん、鳥が8体になったらどうしよう。やべえ、3個しか集まってね、全然ねえぞこのマップ。ようやく1個だ。え、さっきバグかな、バグで2匹いたみたいなさ。4個、このゲームの中のね主人公走んないのよ。さてさて、うわ、ねえ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 、全然ね、これやっぱ毎回さ自分から攻めに行ってトラバサミかけないとダメっぽいね。それが一番いいかもしんない。入ってきてる音してない？危なかったー。へえ、もう一体がらぶってるよ。周り見渡したけど何もなかったわ、アイテム遠くにしかなかった。
かけて、ちゃ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 、ここに1個、そこは1個かかってるから、とりあえずもうこれ進めちゃう。かかったっぽいな、音がしなくなった。やっぱり今のうちにじゃあアイテムとか回収しちゃいましょう。これはまあここでやってる場合じゃないんだよねこれ。はい、トラバサミ外にあるかな。え、どこ、これ一回かけたら無理っぽい。これねえ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 、家の中かな。うそー、そりゃまずいよ。5ステージ尋常じゃなくむずいし、うん、これやべえ、マジべ。ここ開いてる、あぶね。ちょ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 、はい、椅子も仕掛けてゴミ箱も置いて、素晴らしいよ。うん、でトラバサミここにやった方がいいか。はい、しこ頑張るよ俺。アポどこ、ここ20個とか言わないでよ。5ステージ全然ねえんだもん、戻ってきちゃった。うん、あれ、いけた、5個だ。次13個、うわた、どうしよう。何体いんだよ、ちょっとこれまずい、ここ割れちゃった、どうやって塞ぐ、これしかねえよな。もうこういきます、頑張ります。おいっす、なんで弾くの、自動で来てる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 。はい、ちょっとひたすらこれ配置してきました。ここ一箇所入ったらレーザーが鳴るようにしときましょう。いやいやいや、これマジでやばい。超ムズスだったわ。はい。え？なんかぶち壊れた。あ、これか。溶け割っちゃった。で。さあ行きますわよ。素晴らしい設定。よし。1、2。ここかけてない。3、4。ありますね。いや、5個あった。これを忘れていたぜ。はい。手元にもあった方がいいからね。とりあえず。この辺の資材も集めていきましょう。オッケー。さて、この辺にアイテムを一応置いといて、うん。ちょっとここがもうほんと、厳重に置いとこう。アイテム置き場にしとこう。これで、ワンステージまだやってないんで、やっていこうか。これいけんじゃないかな。今度こそ、絶対勝つ。この辺にもアイテムちょっと積んどこう。万が一のためにね。よし、オッケー。さあ、行くわよ。行きます。ゴー。さあ、キヨトにはしやってみますよ。よし、オッケー。セカンドステージから、いきますよ。頑張って。ゲームの中の主人公たち。はい、ゲームの中の主人公も頑張ってほしい。俺か。それは俺や。うん。よし、オッケー。これで、もう一回話しかければ。うい。3ステージ。そういうやつが出現するかな。てか、5ステージがほんとむずい。5つ集めればいいだけなんだけども、リンゴの位置がね、超まばらというか。そう、来た。最初から割らないでくれよ。レベル4が終わるあたりで割られたっけ？確かそうだよね。よし。4個手にして。5つ目。さあ、こっち側にも1個あって。4。開けてる開けてる。開けられたとしても、罠があるからね。よし、最後に行こう。あれ、ここ10個だっけ、それとも20個。いや、さすがにこの広さで20個はないだろ。よし、オッケー。レベル4。どんどんいっちゃいますわよ、これ。はい。くるっと回ろう。よし、1、2、3。ここが20個ね。頑張っていこう。いや、怖え。この固形がやつシンデライズ、違うよね。トラバサミにまだ1回もかかってないからな。7。一回休憩して様子見た方がいいかな。どんくらいアイテム減ってるか。8、9、10個で一回離れます。10、OK。どう？見てる？うわ、かなり減っちゃってるわ。ちょ、一回トラバサミでやられてもらいましょう、彼にはね。よし。一気に集めて。素晴らしい。はい。あと4個。
よし、オッケー。来た。クリエだよ。鳥ちゃんちもわかるから。はい。まだ一回もやつ死んでないから、多分。あ、でもいいかも。最初はさ、できるだけやつを倒さないで、こうどれだけレベル進められるかが肝な気がする。開け。手前すぎだな。おしょけ。多分そう、その来た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 。二重で。おい。そうじゃない。来い。よしオッケー。これで多分しばらく来ないでしょ。うん。相当時間かかってたから。はい。よかった、ここに積んどいて。ある程度ここにまた積んで。これはこっち側に置いて、よし、OK。はい。こんくらいでいっか。よし、OK。これでいいだろ。他は来てないよね。うん。トラバサミが結構あるから、この主人公のさ、近くに寄ってきた場合もかけとこうか。はい。おい。判定がね、ちょっと、終わってる時がある。なんだよね。あ、一気にかけられないのか、これ。さあ。レベル5いくぞ。これが確か5つ。やつが出現しちゃってるから、相当気を配りながら。あ、後ろから来た？バリケードがめちゃくちゃあるところ。これはかなり力強いぞ。2体いるからね、今。1体やっちまうか。やっちまおう。あそこか。1体来るかな？どうだ？かかっていいかな？あっちから。捕まら、はい、よしょけん、マシン。一体が向こう側で頑張ってるから、その隙に、あれ、そう、一体が消えてる間にどんどん取っちゃいましょう。これなんで反応しない。よし、オッケー。こっち側でも反応してくれ、頼む。よし、これでいい。さあ行くぞ。多分2体死んだら、また金鳴って2体リスポーンっていう流れだから、1体死なしとけば相当有利なんじゃないかな、こっち。はい、当てっこ。いいよー。これいけたら多分。うん。どこにある、おりんごちゃん。おりんごちゃんない。あった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 。よし。おい、鳥持ってきたぞ。ほら、よし、来た。これで何個集めんだ。周り様子見たい気持ちもあるけどね。13個。よし、頑張ろう。ん、引っかかったよね、今。左側。何が起きた？ 3 個。ちょっと一回見るか。うわ、ぶね。これ、ここに仕掛けて。まずい！おい！そういうパターンもあんのか。なるほど。これ、超危険だぞ。はい。アイテムが飛び散ってる。飛び散る中集めないといけないのか。相当厳しいぞ、これ。さあ、準備よろしいですか？4ステージでーす。はい、頭がそろそろバグってきました。うん。大丈夫かな、これ。ラストチャンスよ、これ。みんな。これで死んだら即終了。はい。頑張っていきましょう。さて。7個目。よし、オッケー。ここ13個だっけ？はい。いや、違う、20個だ。ささ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 さ。オッケー。あと6個。はい。諦めたな。チャンスだぞ。この1回目でどれだけ、ステージ進められるかが超大事。はい。頑張っていこう。奴を死なさないように、できるだけバリケードもね、増やしていきたいんですが。はい。次行ったら何にしようかな。来た。今19個だから、あと20個まで8個。来た！ OK！ さて。これでレベル変える前に、やつの動き見ましょうか。もう開けてるっぽいんでね。開けてる。すみませんよ。どうしようかな。そこら辺で徘徊してんだよな。死なれたらちょっとまだ困る。お前。うん。もうこれさ、最後のステージ揺れるからあんま意味ないのよね。うん。この辺にかけまくっといた方がいいか。こうやって。
これなんか判定がな。よし、さあ行こう。よし、オッケー。ハイブステージ、ここ5つ。やつが割ってくる。1個ちょっとじゃあ回収しましょうか。これでいいやね。ここに置いとこう。せーの、はい、オッケー。これでもう進むしかねえ。おい、こっち来んなよ、頼むぞ。入ってくんのお前、バカ。やばい。あ、でも今2体かな。それならいい。あ、でもドキドキ言ってないから多分違うかもしんない。あ、言ってるわ、よかった。じゃあ結果おらい、そいつ集めちゃえばよ。1、2、3。これゲームの中のゲームの中どういうストーリーなんだろうね、よくわかんねえわ。こっち行かない、あと2個。広いんだよね。広くて5つ集めないといけないって。あ、1体引っかかったっぽい。これ1体引っかかったらいいんだけども。あ、じゃあちょっと近いね。ダメだ、開いたんだここ。マジでダブルで開いたか。うーん、どうしようかな。これで、はい、あ、これが、これで多分死んだんだね最後。こうしとくしかない。 OK、 これ行きましょう。じゃあやかましいけど、あと2つどこ。あった、1個あるならもう近くに2個。あった、さあラストだぞ。気引き締めていきます。はい、一番ラスト。あれ無理これ。あれ、よし、オッケー、急げ急げ。13個だったしか。走れ走れ。めっちゃ割ってるけども、もうこれどんどん回収していくしかない。防ぎようがねえもん。よし、えい、やべやべやべ、超割られてる。割られてんのかな。鳥がやってるような感じではないよね。よし、3個。ここで13個、やばいな、激ムズや。ただ今までで一番進んでる。よし、オッケー。ちょっと周り見ようか一回。あー閉じてるわ一回。ほら、無理だよもう。